はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンナでございます。それでは本日もやっていきましょう。ロックマンエグゼ2続きからですね。前回あれだよね、なんかサブライセンスもらって、市民ネットバトラーのサブライセンスもらって、ガッツマンで自慢しに行こうってとこだったよね。よし、ガッツマンどうもらえた？なんとかサブライセンスをゲットできたで、ガッツ。なんだ。なんだ。デカオ様やりましたね、ガッツ。様つけるんやね。ロールちゃんは？私たちもサブライセンスゲットできたんだよ。また一緒にウィルスパッティングしようね。じゃあどうする？今日は適当で帰ろうぜ。ああ、わかった。じゃあプラグアウトってどうやってするの？今回はプラグアウトってどうするの？ああ、いけるね。オッケーオッケー。ああ、間違えちゃった。あるね。了解です。オッケー、了解。ん？メール？なんだろう？こんな時間に。誰だろうね。未払い請求とか？音電話みたい。誰かな？あ、ヤイトちゃんの涙、グライドさんだ。どうしたんですか？そんなに慌てて。あー、トラブルメーカー、ヤイトちゃん？大変なんです。ヤイト様、どうしたん？ヤイトがどうかしたのか？お風呂に入ったまま出てこないんです。怖えよ。あー、でも女子の長風呂って言うやん。のんびりしてるだけじゃないの？そんなことはありません。ヤイト様はすぐお風呂にのぼせるのです。じゃあダメちゃん。それにお風呂のガス湯沸かし器の調子もおかしいよね。私心配なんです。ねえ、バグですか？それとも、詳しいことはまだわからないのです。でも、ガス湯沸かし器の警報音が鳴っています。じゃあ、それやろう。私は戻ってガス湯沸かし器のプログラムを調べてみます。ネットさん、ヤイト様を助けに来てください。しゃあねえな。ネット聞いた？聞いた。サブライセンスおめでとう。ああ、ヤイトのことだろう？違ったわ。デカオ君にも声かけたんだけどもね。わかってる。今からヤイトのとこに行く。お願い。来てくれらんの？みんな来てくれらんの？ママ、ちょっとヤイトちゃんち遊びに行ってくるね。ごめんね。どっかに遊びに行くの？暗くならないうちに帰ってくるのよ。暗くなってないんだね、今。じゃあ優秀じゃん、ネット君。ヤイト、二人揃って。あ、ヤイトちゃんちここか。あれな、二人とも。とやかくやってる暇はねえ。いいか、お前ら。今から俺が家の中に突入する。お前らはここで待機だ。で、ヤイトちゃんのお風呂覗きに行く。デカおったら大丈夫？みんなで行った方がいいんじゃない？ダメだ。中の様子がわからねえんだ。みんなで行動するのはかえって危険だ。まあ、理にはかなってるけど、お風呂入覗きたいだけでよ。安心しろ、このデカオ様は必ず5分以内に戻る。そういうテレビ見たんかな？レスキュー隊とかの、バタンガチャーって。意外とすんなり入ってる。ネット、どうした？ 5 分過ぎちまったじゃんか。行こう、二人が危ない。じゃあ、ロイちゃん。あ、閉まっちゃった。止めろ、ロックがかかったよ。どうして？いや、どうでかお、返事しろ。待って、ネット君、この匂い。ほんとだ、臭い。ガス漏れしてるやん。これガスは大変だよ。きっと二人ともガスにやられたんだよ。中毒やで、普通に中毒死するよ。おまけに閉じ込まれてた足つかのっていうわけか。怪しいな。ガスを吸ったらネット君だって危ないよ。ちょっと待って。お待たせ、ペットにガスチェック機能を組み込んだよ。これで画面にガスが用意されるはず。はみってんな、対応が。サンキュー。はみってるよ、ネット君。あー、ガスが見えるね。これでガスを吸わずに動きそうだ。二人を探しに行こう。了解。でもガスって下に滞留するから。メールだ、なんだろう。煙と違ってガスは下に滞留するからね。危ない時はね、上に行った方がガスは。ガスは確か重かったから下に行くはずなんだ。というよりメールだね。メールちゃん。待ってるって言ったけど、やっぱり心配だから、ロックマン助けにしてあげて。ああ、ありがとう。センキュー。いつもすんませんな。エネルギーじゃなくて、ああ、違うんです。じゃあ、どれを、なんかゴスペル持っとるけど、V ガンちょっと扱い私ね、まだ下手やけん。あ、リカバリー変えようぜ。リカバリーをロールちゃんに変えようぜ。こうしよう。じゃあ行こっか。わあ、ヤイトちゃんちなんか、すごいね。これ何？ヤイトの先祖だろうか。小さいながらも凛々しい男性の銅像だ。デコすげえな。プラグインできそうな穴があるが、それどころじゃない。プラグインしろよ。プラグインしな。あ、ヤイトちゃんのお風呂だ。ヤイトちゃんのお風呂だよ。みんな、念願のヤイトちゃんのお風呂シーンだよ。なんだよ、これ。ガスが立ち込めてる。ヤイトちゃんきっとあそこに。クソ、早く助けないと。
あ、ねとくん、そこ。あ、デカオ。デカオじゃんか、デカオもあれか、お風呂覗きに行って死んでるんやな。このガスどうしたらいいんだ。ほら、さっきグライドさんがガス湯沸かし器がおかしいって言ってたね。換気扇回しな、とりあえず。そっか、ガス湯沸かし器だ。調べてみよう。換気扇、ま、換気、窓を開けろ。叩き割れ、窓を。窓を叩き割れよ、まず。まず窓を叩き割ろうと思うよ。いけねえよ。いけねえよ。ヤイドちゃんのお風呂を覗けねえんだけど。なんかガス湯沸かし器って。ダメだ、スイッチ押しても効かない。換気扇も動かない。じゃあ割れよ。窓叩き割れ。きっとプログラムがおかしいんだよ。ネット君、プラグインしてみて。僕調べてくる。わかった。まずはデカコを助けよう。わかった。デカを。デカを。それ以上近づくと危ない。デカをダメだって。ごめん。助けれないや。プラグイン6枚くぜ。トランスミッション。ごめん、デカを。助けれないやじゃないな。助かるんだと思うけど。6万大丈夫？うん。とにかく特に変わった様子はなさそうだけど。いや、プログラムがおかしいってことはきっと何かあるぜ。わかってる。油断はしないよ。よし、急いでくれ。了解した。イェーイ。ここはガス湯沸かし器のプログラムの世界です。でもなんだか知んないけど、今は正常に動きていません。なんでー、なんでー、なんでー。グライドさんやお友達の人ののみさんが奥に行きました。お友達の人ののみって何？でも帰ってきません。あ、ガッツマが行ったってことかな。あ、なんか飛んでるね。早く向こうに行かなきゃ。ずっとずっと行ったら換気扇のプログラムがあるからそれを直します。でもガッツ、これガス大丈夫。大丈夫ない。行きまーす。大丈夫ない。わー。もうダメでーす。もうダメでーす。あれ？大丈夫かな。行ってみよう。わかった。突っ込むね。あー。でも大丈夫なのです。あれね、大丈夫だ。大丈夫だ。お金ありがとうね。お金ありがとうね。まあ、雑魚戦と、あ、でもキャノンと、アブタンぐらいやったらいけるんじゃない？まあ、バスターマックスやしね、今。そうそう、バスターの切り替えはボス戦始まった瞬間っていうのはね、前のことなんでね。まあ、まあですわ。あ、いけた。リカバリー10。リカバリー10か。リカバリー10より30とか50が欲しいな。欲張りさんだからね。ショックウェーブセンキュー。あ、よいやー。ちゃっ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 ちゃ。違う違う違う。6万。6万！ごめん、こういうの苦手やねん、うち。あー、なんか持っていかれる。あんなにゃにゃにゃ。ごめんね。あ、タイミング悪いよ。行った瞬間、行った瞬間だね、行った瞬間だね。はいはいはい、了解です。奴が動い、奴ガスが出た瞬間に行けばいいんだね。了解です。わかってますよ。そんな、もう安心安心。こう。あれ？あれ？あれ？なんでさっき行けたんじゃ？ここだ。あ、行けた行けた。ごめんごめんごめん、みんなごめんね。あ、ガッツマンおるよ。え、ガッツマン何してるん？あ、敵だった。ガッツマン敵になっちゃったね。あ、お金もらえますか？ガッツマン、この向こうへはどうやったら進めるでガッツか？デカオ様、デカオ様、もうなんで返事がないでガッツか？だって、デカオくん、お風呂覗いて倒れてたよ。お風呂覗いて倒れてたよ。これじゃないの。電脳元栓をひねった電脳元栓、電脳世界で元栓ってあるんだね。電脳ガスが吹き出す。じゃあガスに乗って飛べばいいんじゃない？ほら。でか、ガッツマン。ヤイド様のお友達の人並さんですか？はい。そこの換気扇プログラムにエラーが出ています。これを直せばお風呂の外へ換気扇が動けます。あーっと慣れてきます。さー、いやー。はい。あ、動いたよ。ネト君、やったよ。396万。うん、早くでかおくんを。換気扇、動け、動けよ。動いたわ。換気扇強すぎん。脱衣所の換気扇。なんで脱衣所だけの換気扇なの。ネットくん。うん、やった。でかおの足元の換気扇が動いたんだ。
あそこね。あそこだけ？もっとあるでしょ？早くデカオ君を持ち、救急車呼べ。まず救急車。おい、デカオ。しっかりしろ。救急車や、まず。じゃなくってよ。救急車や。お前病院行くんや。デカオ、目を覚ますんだ。じゃなくて呼ぶんや。救急車199。デカオ様でガス。ガスだけに。つまんか、ガス。おー、ふうじゃなくって、病院行くんだよ、お前は今から。ああ、苦しかった。でももう大丈夫だ。大丈夫はへんからね。大丈夫はへんからね。中毒になるからね。ガス漏れだよ。無事じゃないよ、あんなガス顔面に叩き込まれよったら。すまねえねと、謝んなくてもいいよ。とはいえ、ただで世話になるわけにはいかねえ。おい、ガッツマン。相手がすいでかおさま。玄関の扉のロックを外しに行くぜ。ネットがいつも脱出できるようにするんだ。よし、フラグアウト。ガッツテガス。ガス先に、ここは任せたぜ。ああ、病院行け、お前も。デカオのやつ。ネット君、干渉に引っ立ってる暇はないよ。まだ親父ちゃんが。忘れてない。じゃあ僕、残りのスイッチ探してみる。行こう。あ、そういう感じね。まだスイッチがあるってことね。なんて病院、誰も救急車なんで呼ばないんだろう。前もこんなんだったよね。前もお母さんがさ、火事なのにさ、グライドおるわ。火事なのにさ、全然消防車呼んでくれないけどさ、なんで救急車呼ばねえんだよ、おめえ。ロックさん、ロックマンさん、来てくれたんですね。この先の電脳ガスが吹き出しが激しくて、私では近づけないのです。矢井田様を救ってください。なんでロックマンはいけるって思ってんねん。ロックマンだって無理なもんあるよ。ロックマンだって無理なもんあるよ。ロックマンだって無理なもんあるんやけどな。HP 無理だ、1000。ああ、しかも勝手に使ってくるパーティーだ、1000。助かるぜ。グライド、うちも無理かもしれへんわ、これ。何あの、このフードプロセッサー、ああ、風が舞う。フードプロセッサーじゃなかった。サーキュレーターだった。全然違った。送風機。別名送風機ってやつだね。ここ！違った。これまた長くなるぜ。うちこういうの苦手ってみんな知っとるやろ。うちがこういうの苦手って知っとるやろ。キャノンね。キャノンね。アイキャノンだったっけ？メガキャノンだったっけ？違ったっけ？ああ、もうタイミングバッチリだね。もう、ドメリバだ。これエンカウントに下げれんか。ほんとにさ、早起こい、早起こい、早起こい、サマラ。でも何マンが出てくるんだろう。エアーマンみたいなのが出てくるってこと？ここ！違った、あれ？今行けたらノリだったやんな。ノリはいける感じやった、今敵多いな。あとはエンカウント率高いんだったね、このゲーム。忘れてたわ。死忘れちゃうね、エンカウント率高いんだったね。2ってスタイルチェンジって2だったっけ？なんかどっかでスタイルチェンジがあるんだよね。あ、もう絶対ミス。意外とさ、無理か。通り抜けれるかなと思ったけど、無理か。無理だったわ。無理だったわ。やだー。これ長くなるーかなー。はい。もうやだよー。やだよー。もうやだよー。どうしてなのだ、どうしてなのだ。グライドさん。グライドさん、盾になってくれ。盾で壊しちゃいかんか、これ。はい。もう読めん、タイミングが読めん、タイミングが読めんよ。まだ無駄に動画時間だけが、録画時間だけがどんどん上がっていく。はい。いけたよ、今。いけたよ、今、絶対。なんでですか。敵多いわ、ね、もう。
もう読めないよ。動きが読めないです。身の勝ちです。一番の敵はこれやけんな。はい、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 はい。エンカウントレスないよね。エンカウントレス。エンカウントレスねえな。じゃねえな。ちえ、危ないエンカウントレス。ね、ね、いろいろ他の今時のゲームやったらエンカウントレスいじれるよねこれ。はい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 。もうわからん、もうタイミングわからん、どうしたらいい。なあキャノーダム助けてくれ、俺を、俺を助けてくれ。2、3分ここで粘っておる。もうな、もう、10秒スキップだね。行った、ここ。行った、行った、行った、そこ行ったでしょ。行ったら、行ったら行く、行ったら行く。あ、これどうやって行く？あ、行けたか、行けた。バグのかけらじゃない。来たら行く、あ。あ、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 いやー、もう。もう嫌だ。助けておくれ。殺して、殺して、殺して、殺して。あ、さ、うまいこと言いそう、嫌だ、それ。ここ、違うって、違うって、違うって。ここ。あ、ストレスフル。ストレスフル。ミネエネルギーいっぱいで、もう拾えるんか、ミネエネルギーって。やっと閉じたわ、この。なる、まあ大変やな、この仕事も。もう賃金ウィンドボックスやって絶対もうただのサーキュレーターやん。サーキュレーター、ほら、サーキュレーターやん。突風やって、熱風、突風、サンキュー。何がサンキュー？わあ、ガスが漏れてますわよ。漏れてますわよ。ライトちゃん。はい、あ、なくなってるは言い過ぎやけどさ、普通に危ないよね。なんで叩き割ろうとしないんだろうね。よし、換気扇動いたよ。どう？お風呂に近づけそう？ちょっと待って。ほら、念願のやりどちゃんのお風呂で窓ねえわ、この風呂。ダメだ、ガス消えてない。え、でももう換気扇プログラムの見当たらないよ。今のは関係ないプログラムだったのかな。クソ、なんか奥もでもあればこう流す。出てくる、それだ、バスマットを使うんだ。え、ほら、今朝、やりどちゃんと話したこと覚えてる？あー、なんか扇子集めてるんだっけ、やいとちゃん。もち、話してない、話してるよ。もち、もち、もち。そっか、扇子だ。あいつ、この歳で扇子弱いなんぼやったかもしれないけど、扇子集めてる。食いって子供ちゃんどっかにあるはず。よし、俺探してくる。子供ながらにしても大変やな。バスマットで仰げよ、もう最悪。扇子か。焼いてることだから人に見られないようなところに隠してると思うぜ。ここに行けるようになってね、ここ換気扇なんやね。窓割ればええやん、もうここ叩き割ったらええやん。一枚ぐらい割ったってバレへんって。なあ、シェパードの置物。おやいとちゃんのお部屋だね。自分の自画像っていうかね。この布団のために犠牲になった鳥さんたちに合唱、なんという、なんという、小さな兄弟。え、ここ内眼、兄弟に大体多いと思うな、じゃん、センスって。センスのセンスが、もうやめとこうか。あった、これだ！センスをゲット！ 1 個しかないんかい。ライトのパソコンと、古文のライバルデータ。データも人形だって、売ったりしている。なんだろう、それ、古文ってなんだろう。現代文の、対象になるやつ、近代文、現代文、古文。行くぜ！センスパワー爆裂！よし、行くぜ！ボボボボボボボであったよね、センスで飛ぶやつ。頑張れー！あー、頑張ってる。シュール！クソのアンコンやろー！シュールレアリズムってこういうこと言うんだろうな。あ、消えたよ！やったー！よし、もう一丁！行けネットくん、この子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 の落ちろよ。
ネットくん、ネットくん、なんか玄関開いてるやったら救急車呼んだらよかったんじゃないかな、ネットくん。やったぜ。ヤイトちゃん見つけた。ネットくん、早くヤイトちゃんを。お、あ、ヤイトちゃんの肌、あ、帰ってきたガスが。くそ、やっぱりガス湯沸かし器をなんとかしないとダメなのかよ。でも、ちょっと待って。どうしよう、6番。あれか。ねえとか、今のでこっちのガスがなくなったのは何やねん。換気扇のプログラムがある。なんでこっちのガスがなくなるの、どういう原理。うん、じゃあそれを。あ、エアーマン。うわぁ、誰だこんなことをするの。エアーマンみたいな感じだね。ほんまにエアーマンだったら、なんかちょっと湧くね。ほわぁ、ほわぁで、ホアーマン、ホラーマンみたいな感じ。ロックマン。うん、あいつがガスの原因みたいだ。急ごう。ああ、もうさすがにネット君にあんなにセンスを仰ぎまくらせるわけにはいかない。これは？あ、これで向こう岸に渡れますわよっていうやつね。了解です。渡れますわ。うん！ゆるさん。ゆるさん。ゆるさん！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 もうこのギミック嫌いなんでちゅ、いけまちた。イレギュラーアップってなって、あ、レギュラーだった。レギュラーメモリー左。どこまで読む？あ、違うね。配信チップ全部もらったね。何そのレギュラーチップって。何？なんか一個、一個持てるってこと？そういうことかな。わかんね。このゲートマンっていうか誰かわからんけどさ。あ、でもまあ、ゴスペルだな。うちのかわいいかわいいゴスペルちゃんのために頑張ろうね。よし、これでいけるね。もうこのガスに乗るんはいいんやけど、かわすっていうのは難しいと思うな。これゲームアドバンスだったらぶち切れてると思うな。僕、これ周知だから頑張れてるけどさ。いや、当時さ、いや、出てるんは知ってるっていうか、まず6枚ぐらい自体さ、漫画で読んだったけんさ、知ってるんやけど、セーブするね。Thank you. じゃあ、バトルだ。家のな、家の、バテルは家中っていうもんか、家の中か。家の中のガスはお前の仕業だな。すぐにガスを止めるんだ。ほわー、それはできなーい。ほわー。煽ってんのか。無理さ、このエアーマンが、エアーマンだと、エアーマンだとも。オンリー俺の命令だけさ。煽ったな、お前。うちに間違えてきたとこやね。さっきのガス会社の、なんでガス会社のくせにこんなことするんだよ。なんかさ、ワンの最初と一緒じゃないまんま。自分ちかヤイドちゃんちかっていうだけの差やった気がするんやけど、気のせいかな。気のせいだね。会社なんか関係ないさ。もっと大きな目的があるんでさ。ヤイドの恨みでもあるのかよ。まあ、あんなデコしてたらな。ないさ、金持ちの子なら誰でもよかったらさ、そうしておけば次に金を出さなきゃお前の子供がガスで死ぬぜって脅した親と思うから、ああ、なるほど、お金がもらえるってことね。でもな、あのな、ガスで死ぬぜでもガス負けまくってる時点で死ぬんだよ、本当に。1億銭でも2億銭でも踏んだくれるってものさ、いや、ほんと死ぬよ。死んじゃうよ。結構長い間ガスに、ガス溜まってるところにおったらほんまに死ぬよ。こいつ、なんてやつはとりあえず、救急車誰か呼んでるんだよね。他のために子供を狙うなんて、僕こんな人許せない。あんたでも言うがいいさ。お前もこのままガスを吸って死んでしまうのさ。でも玄関開いてるよ。そうはうまくはいくもんか。そううまくはいくもんか。行くで、ロックマン。バトルオペレーションセット、イン。うわー、何や、うわー。あ、エアーマンか。ちょっと待ってな。エアーマンの前に、ショットガン、ショットガンで、で、ここで、待ってな。よし、OK でーす。じゃあ行きましょう。バトル開始！しょ、あ、しょ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 、十字剣終わりな。十字剣操作しよう。あ、ロールちゃんだった、しまった。あー、すぐ。すぐ何かを求めてしまうな。違うんだ、違うんだ、信じてくれ。じゃあ、ミニボム当たってない。思ったより弱そう。あ、だからそうだったわ。バスターのスピードも遅いんだったっけ。
V ガン V ジャンプ V ジャンプ V ジャンプ、うわ、痛い痛い痛い、結構食らった今、もたれ食らった。ロールちゃん60アタックか、パネルアウトぐらい持っとくか。パネルアウトー、あいつあんま関係ねえか、もし、あ、でもあれな、風がなくなるんやったらええな。私のサイスグレンダーしても無理か。私のサイスグレンダーでも無理だったわ。でもキャノンやな。キャノン、いいね、いいキャノン、いいキャノン、いいキャノン。あ、楽しい、楽しい、楽しいぜ。やっぱこれぐらいの難易度が一番楽しいぜ。お前は早いんだね。うん、甘い。回復しとこうかな。回復しといて。まだだいぶあるね。まだ200あるんか、お前。まだ200あるのか。意外とこれスティック操作やったら難しいんだよね。わかるかな？伝わってないと思うな。で、ダブルソードにして、うわー、いたた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 た。五星門が来たら一瞬だけど、五星門も最終兵器にしようね。なるたけ自力で頑張ろうね。よいしょ。意外と当たんないね。意外と当たらないんだね。パネルアウトとミニボム。パネルアウト、あ、違った。パネルアウトにならなかった。A ボタンと B ボタン間違えた。パネルアウト、あ、直刺ししちゃった。ごめん。痛かったね、今。ごめんね。直刺しでできるんやね。パネルアウト。来た、ゴスペル。ごめん、どうしよう。ADD したいけど、ワイドソード。あ、ワイドソードって L か。なんでって思ったけど、ワイドソード L だった。ごめん。ワイド、あ、タイミング間違えた。ここやったね。今だって、なんで前に来るの、なんでだよ。やべえ、超久しぶりやから下手になってる。いつもか、いつも下手やもんな。うん、いつも下手やっけんさ。うん。うん。ショットガン。いやー、もう弾速上げてほしい、弾速上げてほしい。もう6万円で最終パートのさ、鬼連打をさ、鬼連打をもう一回やりたい。私はそろそろロールちゃんにしよっか。お願いロールちゃん、君の火力を見せてくれ。いいダメージで、かつ回復選球。いいえ、どうしたどうしたどうしたよ、見えなくなる、やめて。これは余裕やね。これは余裕やけど、意外と。あと80回連打すればいいんやろ、最低で。最低で。最低でな。もう自力、自力よ。でも自力よ、ここまでけど、自力よ、もう。いつも起こせけどさ、自力よ。あー、それはダメ、それはダメ、それはダメ。ダメダメ、ダメダメだのよ。ダダダダダダ。あ、これ意外と十字に動くだけなんだ。意外とか、合わせたな。近づいて欲しくはなかったのに。にー、オッケー、ナイス。やったぜ。やったね。バッシングレベル1だって。やったやったな。なんでこんな子供なんかに、なんだったらいいさ。次はこうはいけないぜ。なんだってこっちはな、市民ネットバトラーのサムライセンス持ちだからな。ダメんじゃねえぞ、サムライセンス。俺たちの組織は最強なのさ。甘いよ、中学生みたいなことよ、もう。逃げやがった。それはルックマン。いや、間だ。そうだね。うん。大丈夫かな、ヤイトちゃん。勝ちって、ワン、スイッチ一個で。こっちはオッケー。早くヤイトちゃんを助けて、救急車呼ぼうな。よか、呼んでるよな、さすがにな。なんでベッドやねん。病院のベッドやろ、そこ。なんで無事なん、ヤイトちゃんも。なんで無事気がついたじゃなくて、ヤイトちゃん大丈夫？あれ、私お風呂に誰が引き上げた？まあ、ネット君だろうな。だからネット君は一回拝んだってことやな、ヤイトちゃんのボディを。ガス吸って気を失っていたの。ネットが助けてくれたんだ。ほら、ネット君がボディを見たっていうことやね。ああ、ネット君、ああ、ヒカリ君が、へっへってなんやねん、お前。なんやねん、その日は。まさか、レディの裸を、そうだよ。レッド君。レッド君。
見てないよ。どうちょっとどうやって引き上げたんですか。そんなわけないでしょ。ちょっと責任取りなさいよね。ああ、ネット君、玉の腰やね。逆玉、逆玉か。ネットは嘘はついてないよね。どうやってやった。どうやってやったんですか。ガツを止めたのはネットだけど、やいとちゃんをここまで運んだのは私だもの。なんで救急車呼べ、とりあえず。玄関のロックを外したのは俺だぜ。だったら、どっちかがさ、メールちゃんがさ、呼んどってくれたら、なんだ。ヒカル君、私は裸を見れなくて惜しいこと。下はね、半分見たようなもんやけどな、あれ。半分どころかがっつり見たようなもんやけどな。背疲れたよ。し、相変わらず口は減らないやつ。ははははははは、じゃなくて、その黒。え、お前も救急車に呼んで欲しかったよね。もしもし、嵐ですか？嵐山さん？残念な結果に終わったようだな。ちょっとミスっちまってさ。まあ、次のチャンスで取り返して。君は分かっていないようだな。我々ゴスペルの厳しさも、ゴスペルってうちが使ってるあの子。あれ？でもゴスペルってこの子さ、ポルテが使いよった子だよね。おい、ちょっと大げさだぜ。我々は世界中でネットマフィアと呼ばれ恐れられている。この日本でもすぐにそうなるのだ。だから何だってんだよ。そうだよ、何だって言うんだよ。その関係ねえよ。いや、もういい。もう君にチャンスはない。あ、ならこっちもお断りさ。消されるパーティーだよ、絶対。では、さようなら死んでもらう。ほら、もう死ぬやつやん。爆発まであと3秒だ。何だと？ 3、2、1。あれか？もう遅えよ。我々を、ゴスペルを甘く見てもらっては困るんだよ。あ、怖い。大人って怖いね。スンって立つな、ネット君。はい、ということでね、無事、ヤイトちゃんを救えましたね。絶対裸見てるよ、ネット君。絶対むっつりなんだよ、実はさ。ということで、今回の動画はこの辺で終わりましょう。次回はどうしたらいいんだろう。ドクマン。あ、お家帰ったらいいのか。じゃあ次回はお家帰るところから行きましょう。では次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ！